なんか痛さない？ないです。あ、突っ張りもないです。突っ張りもない。うん、すごい軽いです。おお、どうでしょうか。心の声が気になる。うん、心の声気になるよね。見てても気になる。やっぱり、うん、結構心でつぶやいてました。あれだよな、こうだよなって、それお楽しみにしてください。はい、っていうか首だけの問題じゃなかったです、全然。うん。うん、首だけの問題じゃないっていうのがポイントかな。やっぱ見てて左右違う施術してる、あ、うん、ところがすごい気になったから。整体はそうだ、左右同じじゃダメだってよく勉強会でも言うでしょ、うん、順番が大事だし、どっちで終わるっていうのが大事なんで。ハピセラ TV、 ハピセラノブです。はい、公式佐伯です。リアルにいきますよ、うん、リアル、うん、はい、どっか調子悪いとこ、首ですか、はい、首がどんな風に調子悪いですか。痛いです。首が痛い、うん、ちなみにじゃあ可動域だけ見とこうか、下向こう、体ごとしちゃダメなんだよね。はい、体そのままで、うん、それ、はい、後ろ痛い、そうすると痛い、詰まってます、詰まってる、じゃあまっすぐして、詰まって痛い、左ん、どうこれ左、うん、ちょっと真っ正面からちょっと待って、うん、うん、逆光みたいになっちゃうんだよね。逆、じゃあこっちこっち来て、うん、あ、そうだね、こっちがいいね、うん、で、左向いて、うん、体がいっちゃってんだね、体がそのままストップね、うん、はい、肩そのまま、あ、そうそう、すると曲がりにくいでしょ、うん、肩動いちゃうと、反対、分かりやすい筋肉ですね。強酸の糸めっちゃ出てます、うん、はい、アート、はい、反対、うん、どっちの方が痛いとこある、ちなみに痛い、左側が痛い。よし、じゃあ行ってみましょう、仰向けでお願いします。はい、はい、ちょっとリアルに行きますね、はい、これ痛いやつですか。いや、違います。アフレコで行くんで、はい、私とりあえず頭の中で思ってることは後から入れたいと思います。だから施術はちょっと黙ってやる感じ。はい、ノブです。セラピストの声ということでお送りします。よろしくお願いします。まず ね、寝てる状況がまっすぐ寝てるかどうかチェックしてますね。この辺非常に大事なんで皆さんも気をつけてください。まずフラットじゃなかったのでまっすぐします。はい、まっすぐ、これでまっすぐなんだけどね、え、これでまっすぐなんですかって感じで佐伯ちゃん言ってますね。これ手を上げる動作で肩の硬さ、これで広背筋の硬さと大腰筋の硬さをね、肘の曲がり方とね、上げ方で分かります。はい、ちょっと肩の動きチェックしてます。その次僧帽筋のチェックですね。どっちが硬いかなっていうことで見てます。左の首が硬い、あの痛いということなんで、左の肩のが硬いケースと逆に右の僧帽筋の硬いケースありますからね。ちょっと言うと左の方に主層があって左の方が柔らかい、右の方が硬い場合は右がかばっております。そういう方が少し症状重い状態ですね。逆に左が主層で痛い側で左側の方が硬い場合は筋肉だけの凝りの場合があります。はい、はい、今触診してますね。頸椎の触診、中指で行っております。これが非常に繊細です。左右左右動かしてチェックしてます。はい、この後今当番状況の硬さのチェックですね。まず全体的にチェックします。で、主走側からやるのが基本になっております。これもチェックですね。強さの糸付きの硬さ、まあ、これから行きますよサインでもあります。主頭切りですね。これはつかみもみですね。これつかみもみ結構いいんで皆さん使ってみてください。はい、次背中の中入れて両脚筋の硬さチェックしてます。はい、持ち上げてます。
ちょっと可動域ね、どれぐらい持ち上がるのかチェックしてます。うん、硬いな、柔らかいな、まあいろいろこんなこと考えてますね、この時点で。菱形筋プラス多裂筋、回旋筋もねチェックしながら、でどんどん上の方に上がってって、ケツ7番のあたりとか非常に硬いですよね。ちょうど肩甲挙筋のところですね。その辺のチェックもしてます。はい、胸鎖乳突筋の付け根の部分、ここ結構硬い人多いからねチェックしてください。おっと、これね、側頭骨をから引っ張ってる可能性があるので、側頭骨を少しね上部の方に上方にこう牽引しながら胸鎖乳突筋とこの伸ばしてる感じですね。伸ばし施術ですね。側頭骨から引っ張ってる場合があります。はい、今度反対かな、反対ですね。はい、こっちもチェックです。はい、頭板上筋と胸鎖乳突筋の硬さですね。まずね、このさりげなくね頭の方を押さえてるっていうのがポイントですね。はい、こっちも裏です。裏に手入れて菱形筋の硬さ、あと持ち上げた感じのね重さとかいろんなこと感じながらやりますね、この時は。また左右のねじれとかも見てますね。今ねじれてるなと思ったんで、左側が上がってると仮定して、あの前方ですね、前方行ってると仮定して下げてますね。左前方なんで後方に下げるのと、右を上方に上げてます。これでバランスを取ってます。はい、こっち側にすることによって余計バランス取れますね。左の肩が下がります、主層側が下がります。これ三角筋のストレッチプラス、今ちょっと肩宮のとこ、ツボで言うね東洋医学の肩宮のとこを刺激してます。これ四十肩五十肩の施術にもすごい使われるので、これ覚えてください。こちら側にね三角筋伸ばしながら肩宮のラインね、こう中に入れながらグリ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 してます。で可動域つけてる感じですね。この中がね悪さしてることが多いじゃないですか。でここをやることによって肩関節の動きが非常に滑らかになったりします。はい、チェック。はい、まっすぐフラットにして、はい、もう一度フラットにしてますね。こうねじった後って必ずフラットしてくださいね。でもう一度チェックしてます、僧帽筋のチェック。はい、右がちょっと硬いなと思ったんで、前側を小胸筋をソフトタッチしてますね。はい、チェックですね。はい、これはちょっとモビリゼーションですね。頸椎モビリゼーションしてちょっとほぐしに入ってます。施術に入ってますね。はい、胸鎖乳突筋の奥にある筋肉、はい、何でしょう皆さん。射角筋ですね。射角筋を親指で、左の親指でロックしながら側屈を入れるということですね。側屈、側屈と前屈を軽く入れてる感じですね。そうすると射角筋触れて刺激になります。で痛みがある人は射角筋までいってるねことが多いです。深層筋ですからね、奥の筋肉なんで、そっちまでこわばってたり緊張してるしたりするケースが多いので、痛い場合は射角筋を狙うというのが一つポイントですね。はい、これね面白いほぐし方してるんですけど、左側から手突っ込んで右側の頭板上筋ほぐしてます。そういうやり方もあるんです。今右から手入れて左側の頭板上筋をほぐしてます。凹凸器をこう持ってグッと持ってくる感じですね。はい、今度アトラス感かな。はい、これちょっと重要で、あ、緊張してないかなっていうのをこうフラフラ揺らしてみてます。これがねぎこちないとね、お客様緊張状態になるので、したら頭の施術とか入れますね。はい、ステアステップですね。首の動きつけてます。これ頸椎の調整でもあります。六六みたいなね、こう見ると。はい、次アトラス感、頸椎一番付け根ですね、後頭骨の間入れて牽引、
はい、次牽引入れながら回旋ですね。これも調整技の一つです。頸椎をアライメント整える調整になります。はい、またチェック入ります。これだけでも、ね、結構取れる人多いです。 7,8 割は取れるんですか。あ、もううんうん言ってますね。 7,8 割取れてる感じですね。まあ、しつこいケースはね、またストレッチ入れたり今のもう一回やったりします。あとこれも大事です。大切だね。あの背中、価格、肩甲骨の価格、胸椎7番あたりの起立筋に中指と人差し、薬指入れてグッと持ち上げてます。はい、左側が硬いと思ったので表裏一体ということで前側の肋骨ロックしてますね。はい、ちょっと横隔膜も入れてますね。この辺の緊張を取るという感じですね。痛い側の反対側やりましょうっていうね、私がよく言ってる表裏一体です。痛い側もそうですけど凝りもそうなんですよね。凝ってる部位の反対側やりましょうみたいなね。はい、左の肩関節を動かしてます。こっちね、三角筋のストレッチ入れないんですね。さっきねじれを取ってるのでそっちにまたギューってやっちゃうと戻っちゃうんですね。歪みが戻る方向にいるので行ってしまうので、はい、チェックしてます。凹凸起中指にロックして左右動き見てます。あと凝りも見てますね。頭上筋の凝り、張り、若干左の方が硬いのかなっていう感じの顔してます。左の方が硬い、今やったねストレッチとかやっても取れない場合、最終的には歪んでるとこを矯正します。サービカルブレイク調整しますね。軽めですよ、軽め、軽めでも全然取れますので。前から言ってるね、もう歪み関係なくバキバキボキボキのためだけにやるのはダメですからね。歪みを整える方向にやると、歪んでるところ、もしくは動いてないところを動かすためにやります。はい、ジャックあるみたいですね。ケース2番かな、2番ですね、うん、2番と1番とかはね、1番カエルやる人は分かってると思いますけど、ケース1番は非常に矯正が難しくなるね。コンタクトポイントが非常に深いところにあるのでね。はい、さっきとビフォーアフター違うの分かりますかね。まっすぐ上に上がってます。肘も伸びてます。直線的に真上に上がってますね。最初のは少しちょっと斜めってるんですよ。あと肘が曲がってました。はい、最終チェックですね。はい、動き取れてますっていうことを確認してます。はい、ケツに7番動きちょっと悪いとこあるので最後軽くマルフィポイントを押してます。これはね、すいません、シジナ塾に来た人しか教えられません。はい、チェックですね。下と後ろ、はい、アフレコありがとうございました。で、上向いた時痛かった感じを素直に、うん、痛さありますか。お、ないです。おない、なんか詰まった感じと、うん、痛いのがないです。ない、うん、はい、じゃあ今度こっち右向いて、はい、肩動かないように、はい、うん、可動域もちょっと上がった感じね、うん、反対、うん、うん、ちょ、どっちもちょっとずついった感じで、うん、痛さない？ないです。あ、突っ張りもないです。突っ張りもない、うん、すごい軽いです。おお、どうでしょうか。心の声が気になる。うん、心の声気になるよね。見てても気になる。やっぱり、うん、結構心でつぶやいてました。あれだよな、こうだよなって、それお楽しみにしてください、はい、っていうか首だけの問題じゃなかったです全然。うん、うん、組だけの問題じゃないっていうのがポイントかな。やっぱ見てて左右違う施術してる、あ、うん、ところがすごい気になったから。整体はそうだ、うん、左右同じじゃダメだってよく勉強会でも言うんですよ、うん、順番が大事だし、うん、どっちで終わるっていうのが大事なんで、それね、対抗式の人とかあんまないっていうじゃん、うん、そういうの、うん、でも整体的にはもう歪みを戻すっていうことが結構ポイントだから、うん、アフレコをお楽しみにしてください。はい、今回はじゃあまたね、アフレコバージョンでした。ご視聴ありがとうございました。あとコメントとかあれば
よろしくお願いします。あと動画、いい動画はね、どんどんシェア拡散お願いします、ね。はい、以上になります。またねー。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。